どうもサイクルボーイです。ボン君です。ダサい何がサイクルボーイはダサいボーイでもないし、ないし、まあそんなサイクルもしてないしせいやもうね、もうずっともう僕らもう今チャンネル登録完全何百人ってなってきてますけど、はい、1000人超えたぐらいからちょっと思っててずっと言ってたからね、もうちょっと解明したいなもうノーボーダーズも覚えにくいそうスペル未だに見ながらじゃないと書けやんから俺長いしノーボーダーズもうこのゴロモの感じもなんか遠いしでなんか覚えにくいし、検索したら違うチャンネル出てくるこれはいかんこれはいかんでこの間ね、生放送で、はい、もう改名しますと、発表してみんなでちょっと考えてね、名前を、決まりました。すごいいい名前。お、じゃあ僕言っていいんですか。どうぞ。じゃあちょっと発表します。発表、道草ペダルどことなく聞いたことのあるフレーズ道草ペダルですよ。パクったわけじゃないんですよ。パクってないよ道草ペダルめちゃくちゃいい名前やなって今後は、我々ノーボーダーズジャパンを改めまして、道草ペダル、これでやっていこうと、やっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いしますってこと、そうですね、ちょっとね、お伝えしたいと思いまして、それじゃないですか。そうやね、でね、それに伴い、冒頭にも言った通り、はい、ねえ、何、サイクルボーイ、サイクルボーイ、もうちょっときつい30回ってサイクルボーイはきついなので、はい、では私もですね、名前変えまして、はい、たけしたけしで、たけしでね、これからやっていきますんで明朝体でね、明朝体で書いとくわ、たけし、ひらがなね、ひらがなのたけし、まあこれもまあもう本名なんですけどぶっちゃけていくスタイル、もうだって試合とか出たら分かるでしょ、名前リザルトでね、たけしやんってサイクルボーイちゃうやんってなるからもうそれでも最初にもたけしでいこうはい、いやもうだからもう親の名前、親からもらった名前です。あ、そうや、自信持って出していこうかな、おお、ちょっとそういう気持ちにもなりました何を隠しとんねん、だからお前も出せよ。いや俺はもうボン君が一番気に入ってるから、じゃやめろ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 、はいどうもフルネームやないか、もう普通に、まあ、ボン君はボン君でね、ボン君はボン君でやっていくのね、うん、はい、わかりました。じゃあまあたけしとボン君で、はい、道草ペダル、はい、これからもよろしくお願いします。いや、いいでしょ、いいね、略せるし、ノーボーダーズは略せないし、そうやね、間延びしてるもん、ノーボーダーズ、そうそうね、だから道ペダあと草ペダとかね、草ペダとかな、道草とかね俺ずっと思ってたんやけどさ、道草がちょっとギュッてしたらなんか道クソって聞こえて道クソペダルかな、ちょっと汚い汚い、もうこの辺でずっと残ってんねん自分で言ってもてんねんな、ビチクソペダル絶対そのうち言うやんいやそういうのはまあいいとして、うん、まあそんな感じよ、そうやね、ロゴの方がまだね、あ、そうやな、仕上がってないんで、はい、仮でね、もうちょっと作って、もう多分この動画出す頃には決まってるかな、そうやな、うん、仮の文字をちょっと文字だけでそれが良かったらそれかも分かれへん、そうそう、うん、まあ、カッコ仮ぐらい入れとこうか、そうやな、うん、まあ、そんな形で、道草ペダルのたけしとボン君で今後もねやっていきたいと思いますんでよろしくお願いしますよろしくお願いします。解明報告動画ですな、そうですね、うん、まあ、そんな感じで、はい、今日のところは終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。